嫌いじゃないんですけど早くないんですよ。本当に苦手です。くじ運も運命を感じましたね。あやみちゃんと同じレーンで本当にびっくりしました。YNN の生放送楽しみ。さっきツイッター見て知って、中学校なんか学園みたいなやつがあってびっくりしました。まおのすけさん、最近あみちゃんのことすごく気になってます。ぜひぜひ押してってください。こんにちは、こんにちは。ちょっと待ってください。あみこ、今日は音ありで見れてる。今日も可愛い、大好き。やったー、よかったです。今日は音ありで見れて、お昼ご飯を食べた、食べました。美味しかったです。あみたんのルーム初めて来た。めいさん、やった、見に来てもらえて嬉しいです。隣にはゆきのんがいますちょうど休憩時間になったところ、お疲れ様です。こんにちは、こんにちは。おとといからあみたんの褒め取り始めたのはここだけの話。やった、ありがとうございます。これからもあみのことをたくさん知ってもらえるように、もがめだけで話すこともたくさんしたいなと思ってます。ゆきのんやって。ゆきのんもすぐ始めますよ、ショールーム3時から。はい、おととい読めるんだ。昨日は読めるんです。でもおとといは読めないんですけど、1で昨日って書いてたのでおとといかなって思いました。見てください、この髪型、お母さんにやってもらいました。どうですか。天才やん、やって、やった、一昨日読めましたよ。最近気になってるので配信来てみました。やった、ぜひぜひもっとしてください。髪型かわいい、ありがとうございます。やってもらいました。YNN 専門学校附属中学校の生配信頑張ってね。頑張ります、楽しみです。めっちゃめっちゃ楽しみです。ちょっと待ってください。あみたんのモバメ、いつも楽しくて読むの楽しみ。やったー、これからもねたくさん楽しんでもらえるようにいっぱい書きます。いっぱい。付属も読めるの。付属は読めます。そうですね、こっち側の上にあるハートが白くなってる人だけ押してください。ピンクにしてください。でもピンクの人は絶対変えないでください。ちょっと待ってくださいね。いつもみたいにします。ちょっとテロップ出します。じゃん、できてますか。ピンクやから押せない、やった。こんにちは、こんにちは。白よりピンク好きだからピンクにしてるやつ、やった。じゃあまだ白の人はピンクにしてくださいね、絶対に。こんにちは。
今日朝起きてテレビをつけたら野球がやってました。野球、野球見てますか皆さん。野球見た。おー、見てる方もいるんですね。すごい試合だったね。あの3点急に入れて勝ちましたね。テロップに絵文字使ってる？使ってます。白いハートからピンクのハートにしてくださいってことです。見た、すごかったね。すごかったです。決勝ん決勝点決勝点入った時近所から悲鳴がたくさん聞こえてきた。え、面白。決勝近所から聞こえてきたんですね。じゃあ叫び返しましょう。嘘です。あ、アミタの配信邪魔するで。邪魔すんなら帰って。嘘です。見に来てくださってありがとうございます。野球すごかったよね。すごかったです。本当に13歳とはびっくり。13歳ではないです。12歳です。小学6年生の12歳です。お願いします。アミタンこと宮本亜美です。こんにちは、こんにちは。ケンさんと田中さん、たくさんハートありがとうございます。いっぱい、めっちゃハート、しかもピンクのハート。あ、ケンさんかわいいってスタンプありがとうございます。12歳だけど見た目は生後3日。え、3日あと10日で中学生。そうですね、あと10日で中学生です。3月の終わりまで、3月4月1日までは、ん、3月31までは小学生ですもんね。わわわさん小 6? マジか、小6です。小学6年生です。先輩メンバーがアミタンとのツーショットいっぱい載せてくれてるの嬉しい。いっぱい撮ってもらったんですよ。めっちゃ嬉しいです。宝物がまだいっぱい増えましたよ。たくさんちょっとずつ載っけていきますね。他の先輩ともたくさん撮りたいです。制服は気に入ってる？レジスタンスですか？レジスタンスね、めっちゃ気に入ってますよ。めっちゃ楽しいです。先輩と話した？え、少しだけ話しました。あのウーカさんにダンス教えてほしいですって言ったんですよ。いつか教えてほしいです。そしたらいつでも聞いてきって言ってくださって、優しいってなりました。宝物増えてよかったね。そうです、本当に大切にします。うん、こんにちは、こんにちは。ロンさん、ロンさん、たくさん野球ボールが飛んできてます。野球の話をしたからかな。やった、いっぱいボールが投げてきてくれてありがとうございます。田中さん、だるまがいっぱい、あ、だるま目入れましたよ。初日終わったので。見てく、見た方いますか。あとわたっちさん、レインボーのお星様ありがとうございます。かわいい、見て、かわいい。
っと待ってください。初見です。鉄板23さん、ありがとうございます。タラリンさん、初見さんです。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます、見つけてくださって。サカタンとの写真可愛かった。もう大好きなサカタンさんと撮れて本当に嬉しかったです。ナミタンって言ってくれたんです。嬉しかったです。今度公園行った時見るね。お願いします。だるまさん見てください。いろんなお目目描きますね。お話し会ネタできて楽しかったです。あ、よかったです。たくさんね、お話し会皆さんお話ししてくださって本当に楽しかったです。ハスキーさん、桜の花びらありがとうございます。今の季節は桜ですね。チーコさん、チューリップありがとうございます。ルドンさんはバラですね、ありがとうございます。アミの好きなプリンセスがバラをも、バラの話ですよ。アミの好きなプリンセスのお話。ダンナッチさん、レインボーの星様ありがとうございます。キラキラ。オンラインお話し会と楽しみにしてるだって。めっちゃ楽しみです。本当に皆さん楽しみにしてますね。待ってます。アミタに会えて嬉しい、やった。こんにちは、こんにちは。4月からの自己紹介で間違えて小学生って言わないようにね。そうですね、キラキラニコニコの後ちょっと間違えないようにしないと。こんにちは、こんにちは。世代交代前夜アーカイブで見たよ。ナミタンめっちゃダンス上手だね。アンダー一番乗りだね。ありがとうございます、見てくださって。次は公園に見に来てください。会いたいです。やった、アンダー一番乗りでした。そうです、小学生って間違えても通じそうだけどね間違えないようにしないと。誕生日をた時とかも本当に気をつけないと12歳って言っちゃいそうです。ちいこさん、たくさんハートありがとうございます。わたっちさんもハートありがとうございます。こじいさんがかわいいっていうスタンプを投げてくださいました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ポッポちゃんさん、初見さんです、ありがとうございます。なんか今音符出てきましたね。ここたくさん音符がキラキラ。てっちゃんさんが音符ありがとうございます。私実はピアノ弾けるんですよ。ダララララン。あのこの前なんかピアノ弾けるって何の曲が好きって言って、なんか見れ見れ見れでドラとか言ったんですけど、好きな曲は弾けて、好きな曲はエリーゼのためにが好きです。弾けます。ダンナッチさん、初日見に行きましたがダンスバッチリすごかったね。やった、じゃあ合ってましたね。やった、ありがとうございます。ピアノ弾けるのすごいね。やった、弾けるんです。ナミタン横浜で先輩メンバーでたくさん写真撮れたね。そうなんです、もう皆さん、みんな、あのすごい先輩方すっごい優しくって、でもギャーってなりました。マジで本当、ピアノ弾けるのすごいね、ありがとうございます。ナミタンすごいな、やった。いつかピアノ披露してほしいです、見てもらいたいです。でもその前にナミは早くショールームでバトンを配信をしたいんですよ。見てください、絶対くるくるってしようね。
んにちは、こんにちは。バトン配信楽しみ、楽しみにしててください。待ってください。はい、OK です。すいません、ちょっとね、ちょっと、よいしょ。こんにちは、ひなさん、やったー、かわいい、マジでかわいい。みひなさんがおー、え、同じ画角に映ったんですけど、ドキドキしました。今めっちゃやばかったです。みひな先輩、みひな先輩が今来ました。やばいです。ちょっと今来てくださいました。嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。やった、リサヒーさんと写真撮れたんです。もう本当に本当に嬉しかったです。アミアヤとリサヒーさんで撮りました。ミヒーも優しくしてくれるね、嬉しいね。そうなんです、めっちゃミヒナさん優しいんです。この前レッスン上ですれ違った時にめっちゃ優しくて、本当に優しくて、本当に優しいんですよ。こんにちは、こんにちは。ちょっと待って、ちょっと待ってください。よし、みんな優しくて嬉しいね。本当です、もう本当に皆さん優しくて大好きです。本当に本当に優しいんですよ。お疲れ様です。こんにちは、こんにちは。ケンさん、かわいいスタンプありがとうございます。あとハートもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。のみたん尊い、イエイ。ちょっと恒例の耳を動かしたいと思います。今から どうですか、動きましたか。いつか絶対公園見に行くね。やった、待ってます。かわいいって言ったのはミヒか。そうです、ミヒナさん、もう本当に可愛くて優しくて本当に大好きです。写真も撮ってもらえて嬉しかったです。本当に。動いた、やった。動いてたみたいで。そんなんできるの知らんかった。じゃあこれからはもっとアミのこといっぱいしてください。アミタンうちは作ったから早く劇場で見せたい。やった、待ってます。もうね、探しますね。この前の公演、新地の公園で、あのペンライト振ってくれたり、ナミタンってうちわを持ってくださってる方がたくさんいて、うわーってなりましたもん。本当にね、皆さん、あのたくさん振ってくれてて、もう全員に目合わせるぐらいで、あの顔を向いてきましたよ。ロンさん、初日が良すぎたからまた早くまた公園で見たい。だって、やった。じゃあ、それまでに初日よりももっと上を踊れるように頑張ります。こんにちは、こんにちは。初見さん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。キラリちゃんさん、結婚してっていうやつ、ありがとうございます。これの
おじいさん、かわいいってスタンプありがとうございます。旦那っちさん、レインボーのお星さんもありがとうございます。キラキラキラ。意味少し動いてた。やった。はじめまして。はじめまして。忙しい時間なのにたくさんの方が見に来てくださってます。ありがとうございます。レイニャ登場。レイナ映る映る。一緒に楽しく頑張ろうね。そうですね、楽しいのが一番なので。レイニャ練習えらい。この後も頑張れ。頑張ります。ちょっと待って、3時になったら教えてください。あ、間違えた間違えた。もう3時やで。3時半になったら教えてください。レイニャです。初日の MC 可愛かったです。ありがとうございます。アミフナですね。アミフナ、この前作ってんアミフナって。ちょっと待って、手が痛い。私大阪じゃないですか。友達とかメンバーじゃないですか。みたん苦手な食べ物ある？例にある？苦手な食べ物？かぼちゃ、うん、かぼちゃ苦手？意外。あみはあんこが苦手です。え、そうなの？苦手です。あとね、苦手、まあ、ちょっと苦手なものも言っていいなら、うん、かきが苦手です。え、なんで？美味しいのに。魚のか貝、魚貝か、貝のかきが苦手です。なし、怪我したな。指、これはね、なんかね、皮を剥いてたら、なんか血が出てきて。痛い。お風呂染みちゃうやつや。染みちゃう。牡蠣は、フルーツってか果物じゃなくて。貝やんな。そう、貝の方です。初見です。ありがとうございます。ふなさんやって、ふなさん。ふなさん。暑いわ、この部屋。うち？この端。レニャです、レニャ。レニャちゃん、中学校卒業おめでとうだって。え、ありがとうございます。それはまたそれでいいと思っているのか。はい、今日ビジいいわ。かわいい。お目目がでかい。ありがとう。手が痛い。大丈夫？うん。ふなさん美人さんだって。ふなさん美人さん。ふなさん。ちょっともうこれ以上腕が伸びません。痛いです。頑張って。ここで頑張ります。ここ折れたらちょっと安定。あ、違えた。あ、OK。おふなさんこんばんは。こんばんは。なんか名前みんな呼び方おかしいよな。ふなさん？なんかふなさんとかふなはしとか。アミフナです。かわいいね、ほんとに。フナッチこんにちは。なんかいっぱいある、ほんまに。見たアイピとフー渡した感じの。え、ほんとですか？そんな可愛くないですよ、ほんとに。勘弁してください、ちょっと。めっちゃ言われるのは、ほんま、フーワさんめっちゃ言われる。めっちゃ似てるって言われる。あのカラコンしてたら似てるって言われる。そう、うん。あとは、橋本環奈ちゃん。めっちゃ言われる。めちゃめちゃ言われる。もう昔からずっと。似てない。似てるよ、可愛いよ。似てないよ。こんにちは、こんにちは、うん、3時になったら教えてください。なみちゃんのメメもキラキラで可愛いよ。やった。あみことふなこで行こうやって。え、かんなって。そうなんです、めっちゃ言われるんです。橋本かんなさんに似てるって。似てるかも。そんなそんな可愛くないですよ、ちょっと。そんな国宝の美人さんと。アミコとフナコ、アミコとフナコ、アミコとフナコ。3回目くらいで
今日は船の運転しますか？今日は、うん、もう3時だよ。え、あ、違う、間違えた。3時半になったら教えてください。焦った、びっくりした。3時12だって。あ、じゃあ、そこもみんな3時20にします。3時から始めたと思ってたけど、2時50分ぐらいから考えてたから、3時20分になったら教えてください。お願いします。よう喋れますね。今日は喋れませんよ。そうですか。ふなこさん、れいにゃちゃん、あみたん可愛くて気になってますって。やった、押してください。可愛い。20分寝起きよろしくお願いします。じゃあ自己紹介しよう。れいにゃから、みーにゃからお願いします。え、キャッチフレーズ嫌だよ。なんでよ。嫌だよ、もうその初日のお楽しみやから。そうだね、うん、でも、もう発表しちゃうでしょ。してないよ。してないよ。じゃあ、見行きます。キラキラニコニコくるくる回るあみたん、ありがとうございます。みんなを元気満タンにするで。兵庫県出身、小学6年生、12歳、あみたんこと宮本あみです。よろしくお願いします。そして楽しみですよ、これは。言っていい？なんかアミが言っていい。え、だって知ってるでしょ。まあまあ、いきます、じゃあアミがやります。みーにゃーみーにゃーいーにゃーれーにゃー、ありがとうございます。え、違う、なってるよ。1番輝いて0番取ったんで。まさか出身、中学3年生、14歳、れーにゃこと船橋れーなです。もうすぐ誕生日ね、4月1日です。れーにゃは、アミは7月1日です。3ヶ月後ですね。3年と3ヶ月2年か。てーにゃ、アミたーん、あの時の T シャツや。だって12周年ライブの T シャツです。じゃあ自主練してるんでこれを着てます。はい、はい、こんにちは、こんにちは。てーにゃ、ほんまにレイニャ目でかい、かわいいです。でかい？でかいでかい。エイプリルフールか、覚えやすい。そうだよ。じゃあ誕生日って言ってもあれじゃない？え、誕生日なってならん？なるなるなる。なるよね。うん。良い日とない日ですね。ない日とか言わないでください。こんにちはこんにちは。レイニャの初日楽しみ。楽しみにしててください。あみたん元旦公演あって見てから推しになりました。頑張ってね。やった、推し押してください。あみたんの目も可愛いよ。やって、やった、ありがとうございます。レイニャたん4月1日なんだ。レア、うん、レア珍しい。やって、2歳しか変わるのに赤ちゃんと飲むみたい。ほんまにあみたん赤ちゃん、ほんまにバブバブ、ほんまに。わおわお。じゃあ、お船。4月だって4月生まれだけど、学年1個前になるんだよね、って。そうそう、そうですよ。上扱い。ね、2日からだもんね。あ、ちーこさん、たくさんハートありがとうございます。ね、ありがとうございます。せっちゃんさん、音符ありがとうございます。お疲れ様です。そうだよ。え、アミタモノマネとかできるの？できますよ。やって。え、いきます。じゃあ、うん、やりますね。じゃあなんかアミに好きな食べ物とか聞いてもらっていいですか？あ、好きな食べ物は何ですか？やってるわ。でってでーん。たこ焼き。え、たこ焼きが好きなの？はい、かわいいね。これはレーニャの。ヨシミンです。ヨシミンです。レイニャのモノマネですね。これは。その早生まれかやって、早生まれです。その。どうぞ、交代です。具材映るんですか？あ、え、大丈夫？ちょっとこっちこっち、あ、待って、やばい。大丈夫ですか？こっちこっち来てほしい。もう期待が悪いね。ごめんね。うん。こっちはちょっと映る。よいしょ。あ、みたごめんね。あのね、倒しちゃったよね。あ、レイニャさんから、あやみさんに変わりました。
先輩撮った時にみんながお疲れ様でしょってなるのおもろい。あみあや、あみあやです。相方来た、相方です。あや、あやです。ビジネスパートナーです。そうですね。そうですね、やめて。あみあや、うおー、 あやみさん。4月1日は同級生一番誕生日遅いから大人になるとちょっとお得感。おー、レーニャの、レーニャね、うん、レーニャさ、そっか、1日はギリ、ね、こんにちは、こんにちは、ビジネスはビジネスです。ビジネスパートナー、ビジネスです。そうですね、ビジネスです。ビジネスですらしいです。違うけどね、違うけどね、ちゃんと相方だよ。そうなんですか、うん、相思相愛。ビジネスじゃないんですか。ビジネスじゃないよ、ちゃんとした相思相愛だよ。なんやかんや未だにあやみちゃんって呼んでる。あみこさん、そうです、もう本当にもう一回あやみちゃんって呼んだら離れませんよ、これは。ね、ビジネス会やって。ビジネス、ビジネスじゃないよ。ビジネスですよ。ビジネスじゃないよ。でもビジネスって言い始めたのはあやみです。あやみちゃんです。あらーだって、あらー、あらー、双子みたい。双子ですか。双子、あ、そろそろランキング読んどくかって。あ、じゃあ読みますね、今からとか。ありがとうございます。じゃあ13位からいきます。13位、ハスキーさん、ありがとうございます。12位、つるきちさん、ありがとうございます。11位、田中さん、ありがとうございます。10位、ロンさん、ありがとうございます。9位、なべちゃんさん、ありがとうございます。8位、てっちゃんさん、ありがとうございます。7位、まちさん、ありがとうございます。6位、よしさん、ありがとうございます。5位、ライゴロウさん、ありがとうございます。4位、けんさん、ありがとうございます。3位、ちいこさん、ありがとうございます。2位、あやねさん、ありがとうございます。1位、こじいさん、ありがとうございます。イエーイ。はい、以上です。ありがとうございました。あ、3時19分待ってよ。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと、あの、なんだっけ、写真のタイム、スクショタイム、それ、スクショタイムやりますね。じゃあ、まずやりたいポーズありますか。いや、パンダがやりたいです。パンダする。ブログでパンダの写真とか載っけるじゃん。はい、オッケー。で、自撮りをモノメに載せるとは、最近のなんですよ。それこっちのちょうどいいとか。あ、パンダ来てる。パンダ、パンダです。ありがとう、楽しかった配信、ありがとう、ありがとうございました。もう気持ちやね、本当に、うん、君ね、なみあや可愛い、尊いだって。じゃあ、そろそろです。バイバイ。ありがとう、たくさん見に来てくださってありがとうございます。忙しい時間にバイバイ。よいしょ。